イダメチュチュチュイン。最近オワコン疑惑の吉田でございます。クレイジー 3D プリントの CZ300 を買いました。 Core i9-10900K を使った新メイン PC を作ろうとしていて、ケースも完全自作を予定。残念ながら保有している 3D プリンターでは大きいものが印刷できないんで、超巨大な 3D プリンターを買ってみました。中華の闇を暴くってタイトルにしようと思っていたんですけど、残念ながらタイランドの闇です。最大 30cm×30cm×30cm の造形が可能な巨大な 3D プリンターです。箱がねめっちゃでかいでしょ。 30cm って小さいじゃんって思うかもしれませんが、家庭用 3D プリンターとしてはトップクラスにでかい方。縦横高さ全部が 30cm ってのはなかなかないですよ。これすげーのがさ、値段ですよ。大型 3D プリンターでお値段はなんと 21,780円です。税込み送料込みで 21,780円。しかも中華の怪しい業者ではなく、 Amazon が直接販売する商品。価格破壊もいいところですよね。ちなみに発売当初は5万円近くしたみたいですけど、 Amazon って長期在庫、しかもサイズが大きい商品って場所を取るためかめっちゃ値下げすることありますよね。投げ売り状態なのかなと思って買ってみました。これ使えたらめちゃくちゃいいよね。まあ2万だからぶっちゃけクソみたいなクオリティを期待していたんですけど、梱包は相当しっかりしていました。ちゃんと保証書までついてやがるよ。説明書はちゃんと日本語になってました。すげえでかでかいね映像で見るとちょっと小さく見えたりするんですけど、現物はかなりでかいので注意が必要。この木でできたテーブル、4人掛けのダイニングテーブルですからね。でかさがわかるでしょ。広い場所がないと組み立てはちょっと無理で、低価格な理由の一つが組み立て式なところです。バラバラなんで自分で組み立てないといけません。だから安い。ただ思っていたよりはバラバラではないですね。組み立て式の 3D プリンターって組み立てに丸1日かかったとか結構聞きますけど、これは主要部分がちゃんと出来上がってるのでそんなに大変そうではありません。ドライバーまでついてる。基本的に汎用のアルミフレームでできています。 G4 クサ PC の時に使ったやつですね。それを金属でつなげていく感じです。まあいきなりなんですけどダメです。なぜか知らんけどネジが星型なんですよね。付属のドライバーで回すって説明書に書いてありますが、回せねえんだけど。星型のドライバー一通り一応持ってるんですけど、このネジは M4 です。普通の人こんなでかい星型ネジドライバーなんてさすがに持ってねえよ。だったら星型のドライバー付属してくれないかな、プラスじゃなくて。吉田は M3 から M5 までのネジを一通りストックしてるので、それを使いました。これあってよかったよ。あと説明書がね絶望的に分かりにくいです。この絵を見ただけではどこに何をつけるのか全く分かりません。いろんなものを組み立ててきましたけど、ここまで分かりにくい説明書は初めてというか、よくここまで分かりにくく作れたよなって思います。素人が Excel で頑張って作りました感がありますね。まあよく分かんないんで、完成した写真を見ながらなんとなく組み立てました。後で分かったんですけど、 YouTube に組み立て動画がありました。それを見てからやった方がいいね。ちょっとデカすぎて組み立てが大変でした。この作業机ではスペースが明らかに足りません。撮影の都合でここでやってますけど、できれば広い部屋の床でやった方がいいと思います。裏側からネジを止めるところ特に大変です。ちなみに吉田の答えは奥側のこのネジが入らなかったです。ネジ山がちゃんと切られていません。無理やり押し込んだらネジバカになりました。なんとか頑張って外して手持ちのネジで締め直しました。まあ値段相応な品質って感じですね。ちょっと大丈夫かよって思い始めました。今くっつけているのが樹脂リール、フィラメントをノズルに送るモーターです。説明書は意味わかんないんですけど、くっつけるだけなのでそんなに難しくはないかな。噛んでいける。なんかすげえヤバそうな雰囲気してるんだけど、ステッピングモーターは日本電産のものが使われていました。こういうノズルを動かすベルトも最初からくっついていました。引っ掛けるだけなので簡単ですね。 3D プリンターによってはここら辺も含めてバラバラのものもあるみたいなんで、それはきついよな。チョイン。このアルミフレーム、穴の品質が悪すぎます。全然入らねえ。印刷ヘッドというかノズルというか、ワンタッチでくっつけられるようにできていました。簡単に取り外せるのはめちゃくちゃいいです。ノズルってたまに詰まるんですけど、前使っていたフラッシュホージの古いやつは死ぬほど分解が大変でした。当然配線とかも自分でするんですけど、コネクターを挿すのとアースをネジ止めするだけなので難しくはなかったです。色分けもちゃんとされてるしね。配線の固定は結束バンドが不足しているので、まあ、自分で何とかしろ方式です。アルミフレームの溝にぶち込んで固定します。いやー間違えた、ここじゃねえ。
説明書がクソすぎてこのパーツをつける場所が間違っていました。樹脂リールをかけるホルダーですね。逆です。これね、取り付けがすげーめんどくさいんですよ。ナットをフレームの溝に入れないといけないわけですけど、説明書には隙間からナットを入れるって書いてあります。どうやっても絶対入らねえ。なので端っこを分解してナットを入れないとダメです。ここまで組み立ててあるんなら最初からナット入れておけよって思います。樹脂リールは緑の PLA がついていました。色はランダムらしいですね。 500g かそれ以下の小さいタイプ。今回は結構前に購入した金色のフィラメントを試します。うんこ色説もありますが、金属光沢感があるって書いてあるんですけど、嘘つくなよって少し思います。よく売っている1キロのフィラメントですが問題なくつきます。これはちょっと高かったですけど、フィラメントって普通1キロ2000円以下で売っているのでそんなに高くはありません。インクジェットプリンターと一緒でメーカー純正はクソ高いですが、中華のパチモンで十分なんですよね。これってただの樹脂ですから。全体像としてはこんな感じです。結構しょぼいよね。ダイニングテーブルの半分くらいのスペースを取るのでかなり邪魔です。左にあるスチールラックにはデカすぎて置けません。で、すげえイマイチなのが制御コントローラー部分が固定できません。移動するときに結構困ります。ジョイン。冷却ファンの音が結構うるさかったです。制御部分はくるくる回して選びます。メニューは英語ですけど、説明書には日本語訳が書いてあるので、まあ、それを見ればわかりますね。あんまり項目もないし、まあ、使いやすくはないね。あ、動き出したついて。おお、やべやべやべ。そっか、後ろめっちゃ出っ張んだな。まあ、でかいからしょうがないんですけど、ステージが後ろ側に出っ張るので奥行きのスペースはかなり必要です。ステージの高さ調整です。端の4箇所の高さを調整して、ノズルとステージの隙間を A4 用紙2枚分に合わせます。経験的にはちょっと狭めの方が綺麗に印刷できる印象かな。広すぎるとぐしゃぐしゃになります。狭すぎるとステージにぶつかったり造形物に引っかかって失敗します。試しに印刷してみます。ステージに貼るシールもついてるんですが、まあ、使うべきなのかよくわからん。説明がないんですよね。左側に SD カードスロットがあります。 16GB の SD カードがついていて、その中にサンプルが入ってました。というかファンカバーというやつを自分で印刷しろって説明書に書いてあります。 ABS 樹脂を使う場合にそれがないとダメらしい。ちょっとマジかと思ったんだけど、この説明書、組み立て方は書いてありますが使い方が一切書いてありません。どうやって印刷するのか、どうやってフィラメントを入れるのか、どうやってソフトウェアをセットアップするのか、何も書いてないんですよね。どうやって使えっていいんだよ。説明がないんで適当にフィラメントを突き刺して印刷開始です。ちなみにですけど、この 3D プリンター2万円という超激安ですが、ステージにヒーターを内蔵しています。ヒーターがあると印刷中に造形物が剥がれなくなるのでありがたいですよね。ちなみにステージはガラス製です。スティックのりを塗るか悩んだんですが、説明書には何も書いてないし、よくわかんないし、何もなしでいきます。ファンの音はうるさいですが、モーターのキュルキュル音や振動音は許容範囲かな。ファンの音は甲高いので扉を閉めれば聞こえません。ただ後でわかりますけど、印刷スピードをさらに上げると結構うるさいです。なんか汚ねえな、印刷が。大丈夫？あとここが絡まっちゃって、絡まってる。最悪。一回停止だな。失敗したのでやり直しです。スクレーパーも付属品、安いけどいろいろついてますね。このガラスステージ素晴らしい。そこそこくっつくし、剥がすのも結構簡単です。で、失敗の原因はクリアランスですね。印刷物がスカスカだったと思うんですが、あれってクリアランスが狭すぎるからです。ちょい押さえつけるような感じじゃないと樹脂と樹脂の間に隙間ができるんですよね。もう一回やり直したらかなり隙間が広がっていました。何回か繰り返して調整が必要みたい。調整し直したらめちゃくちゃ印刷が綺麗。調整って重要ですね。ちなみにですが、印刷には6時間くらいかかりました。結構小さい造形物ですが動きが遅いんですよね。もしかしたら速度よりも精度優先の設定になってるかもしれません。反対に取れた。意外に綺麗でちょっとびっくりしています。ちょっとバリがあったりしますけど、そういうのは削ればいいだけですからね。以前使っていた10枚の 3D プリンターと同じような仕上がりで、これなら満足です。ただしこの大きさで6時間はかなり厳しい。もうちょい速度アップの設定を見つけないとダメかな。印刷品質と速度のバランス。
色は金色っぽいんだけど金属感は全くないのでくすんだ黄色、うんこ。 ABS 樹脂を使う場合はこうやってかぶせるらしい。問題なくくっつきました。ファンの風の流れが変わるみたい。 PLA 樹脂を使う場合はつけたらいけないのかな。説明がないので全くわからん。吉田は印刷が簡単な PLA 樹脂派なのでとりあえずつけないでおくわ。チチチュイーン。最後にこの 3D プリンターで印刷できる最大サイズの人形を印刷して終わりにします。これが SD カードの中身、サンプルのデータと USB 接続用のドライバー、フリーのスライスソフトのパラメーターデータが入っていました。オリジナルのスライスソフトや制御ソフトはありません。基本的にフリーのやつを使うみたいですが、まあ、説明書がないのでよくわかりません。一応英語の説明書の PDF が入っていて、そこに多少の使い方が書いてありますが、まあそれでも不十分だね。初心者お断りしようどころか吉田レベルですら結構困ったので、多くの人が使いこなせないでしょう。ちょっと読み方がわかんないんですが、無料の制御ソフト、スライスソフトの定番であるクーラを入れました。この制御ソフト、多くのメーカーの 3D プリンターのデータが入っています。めっちゃ入っていて、そこから選べば使えるようになるはずなんですが、残念ながらこのクレイジー社の 3D プリンター、クレイジー社の 3D プリンターは項目にありません。選択肢がないので、それを追加するソフトが SD カードの中に入っています。でもこれがインストールできないんですよね。クーラーをインストールしてから実行しろってエラーが出ます。でもう一つ使える制御ソフトがあります。 Slick3R というソフトです。これも無料で、こっちは SD カードに入っていたパラメーターが入れられたんですが、データを取得しようとするとなぜかクラッシュします。何回やってもデータが取得できませんでした。使い方が間違っているのかよくわかりませんけど使えません。あーこれ使えないじゃんって思ったんですが、クーラーのバージョンが新しすぎるのが原因だろうなと思ってバージョン 3.6 を入れました。そしたらね、さっきのね追加プラグイン入れられました。 SD カード内のタイムスタンプが2018年だったので同じ時期のバージョンですね。で後で分かったんですが、 3D プリンターの公式サイトに最新のプラグインが公開されていました。これを使うと最新のクーラバージョン 4.6.1 で使えるようになりました。まあこれもねたまたまなんですが、動画撮影日に 3D プリンターの公式サイトのサーバーが落ちていたんですよね。あ、公式サイト消滅してんじゃんと思ってたんですが、今日見たらなんと復活していました。奇跡的に撮影日にサーバーが落ちていたみたい。まあそんな裏事情があって、映像では古いバージョンのクーラーを使っています。この制御ソフトの使い方は特に説明しません。クーラーは汎用のフリーソフトなので、まあネット上にね使い方の解説はいっぱいあります。まあググれないようであれば 3D プリンターなんて使わない方がいいよ、無理だから。で今回は吉田くんの小物入れを印刷してみます。以前視聴者さんに作ってもらったデータですね。とりあえず標準設定でデータを書き出したら印刷に30時間もかかるって出ました。さすがに時間かかりすぎだろ。プリントスピードの設定項目があります。30時間はちょっとだるいんでマックススピードに設定。まあこれが悲劇へとつながります。ちなみにマックススピードだと10時間です。印刷スタートしてみたんですが、なんかちっちゃいんですよね。小物入れの蓋の部分も同時に印刷しているので半分くらいの大きさになっちゃいます。さすがに微妙だよなと思って本体部分だけを最大サイズで印刷してみることにします。ジョイン。小物入れ本体だけを最大スピードで印刷しても、最大スピードだとしても24時間かかります。うるさいので押し入れにぶち込もうとしたら悲劇が。スペースが足りないんで14草 PC を移動させようとしたら水冷配管が爆発。ご覧の通り押し入れが水浸しです。最悪です。やっぱり水冷はやめた方がいいよね。いろいろありましたがなんとか設置。この押し入れ1畳の大きさがありますが、それでも半分以上のスペースを取ります。 3D プリンターって印刷にすげえ時間かかるんで、もう1台買おうかと思ったんだけど2台目は置けないね。2万円だからさ、2台買っても4万、複数欲しくなるけど我慢です。引っ越しするまでは。当然コンセントなんてないんで無理やりぶち込んでいます。無理があるんで後でちゃんと配線しておきますね。あと燃えると嫌なんで火災警報器も気休めですけど置いてあります。あと燃えないように防火シートを Amazon で発注しました。届いたら押し入れの床に敷く予定です。ちなみに作業机の上と寝室にも設置しました。賃貸なのでネジ止めできないから適当に置いてあるだけ。まあないよりはマシ、そんな感じですね。ファンカバーを印刷していた時よりも明らかに音がうるさいですね。まあスピードマックスにしているせいかもしれませんけど。印刷始めて7時間くらい経ちましたが、あまり印刷は進んでいません。一応形にはなってきたんだけど、かなりガタガタしてるし、ちょっと厳しい感じがしてきました。最大スピードはちょっと無理があるようです。
だいぶできてきたね。でもちょっと絶望的なんだよな。12時間後、形にはなってきたんですが、もはや絶望感しかない見た目になってる。印刷がずれまくってスカスカになってきてる。で、18時間くらい経った時ですかね、印刷を中断しました。縦方向ステージの動き部分がどんどんずれています。原点がずれちゃってるんですよね。上下方向や左右方向は問題なさそう。造形が進むほどにずれが大きくなってるので、もしかしたらステッピングモーターのパワー不足かもしれません。まあどんどん重たくなっていきますから、ステージを動かしきれなくなる。残念ながら停止。取れんか。うわ、ガラスごと取れちゃった。マジか、剥がれねえ。剥がれた。全然。一応サポート材は取りやすい、うん。まあ失敗した原因は速度でしょうね。ステッピングモーターって高速に動かせば動かすほどパワーがなくなってきます。マックススピードはやりすぎたってこと。まあ今回は試す時間がないので、まあ、時間があるときに速度を落として試してみますね。あと積層がめちゃくちゃ荒いです。というか樹脂量が足りていないと思います。スカスカなんですよね。もしマックススピードを使うにしても樹脂の送り量をもっと多くしないと厳しいと思う。ここからのシーンは動画最初にお見せしたものです。各層が十分にくっついていないので強度が全くありません。軽く引っ張るだけで粉々です。まあもしかしたらクリアランスが広すぎた可能性もありますけどね。どちらにしても研究は必要です。ゆっくりモードにすればそりゃ綺麗にできるでしょうけど、それだと時間がかかりすぎてでかいものを印刷するのは現実的ではありません。品質と速度両立できるギリギリの設定値を見つけないとダメそうですね。まあまだ印刷自体は成功していないんだけど、2万円でこの大きさのものを印刷できるのはかなり魅力的です。ぼちぼち研究してコア i9 のミニ ITX ケース自作していこうと思います。あと現時点ではおすすめはしません。 Amazon の評価も悪いんで、まあ買う人は自己責任で買ってくださいね。吉田のせいにしないでよ。